こんにちは。鼻がかゆい。入ってきた。間に合った。ショールーム間に合わないか、かい、間に合わないかと思ったんですけど、ママにショールームしたい、今日はどうしてもしたいから迎えに来てって言ったら、ママちゃんが迎えに来てくれました。ありがとう、ママ。皆さん、本当に、まずはですね、 VR 会員様限定公演見に来てくださった方、ありがとうございました。もうね、最高。チーム4もうそれに尽きる。チーム4最高だし、ファンの方も最高だし、なんかね、ママ免許持ってる、もちろんもう毎日乗り回してます、乗り回してます、毎日運転してます。もうね、なんか本当にチーム4いいなって、公演するたびに思っちゃうんですけど。てかさ、 VR 会員様限定公演だったんですけど、私のファンの方も結構見つけられて、みんなこれを機に、 VR 映像コンテストを機に会員になってくださった方も、もともと会員だった方も、ありがとうございます。なるなる方最高。あとはね、ファンの方、自分のファンの方以外の方もすごい優しくて、今日いっぱい目を合わせてくれて、なんか嬉しかったです。やっぱね、そっけなくされたらちょっと寂しくなっちゃうので、推しメンしかみたいなのも嬉しいけど、チーム4は割と推しメン以外もすごい見てくれる方が多い気がする。本当にね、皆さん、自分のファンの方はもちろん、違うファンの方もすごい優しくて、 VR コンテストのために入りました。そうだったの、それで今日当たったの、すごい、ありがとう、こんちくわこんちくわ。そしてそして皆さん、わーいVR 映像コンテスト中間発表第1位、イエーイ、ありがとうございました、イエーイ。1位ポーズ。本当に本当に、やっぱ真面目に言いますね、本当に本当に皆さんありがとうございます。もうすごすぎるよみんな。まあね、まあ、まずはありがとう、本当にありがとうなんですけど、結構ね、僅差らしいので、やっぱね、追う方は強いじゃないですか。まあね、もう1位もらった直後にこんなこと言うの本当にダメだと思うんですけど、まあ追う方はとても強いと思うので、皆さんもしよかったら VR 映像見てください、よろしくお願いします。でもね、本当に中間発表でも1位っていうものはすっごい意味のある1位だと思うし、この1位ですごいマネージャーさんとかからも、そう、何人かからおめでとうございますみたいな、1位おめでとうございますみたいな来て、めっちゃ嬉しかったんですよ。そう、すごい嬉しかった。やっぱね、そういうのっていろんなとこにつながると思うし、うん、VR 映像並び順一番上になってる。私さ、2番だったのに一番上になってるの、嘘。そう、私さ一番下だったんですよ今まで。あれさ、一番上いいなっていいな一番上って思ってたら、まさかの今日みんなの投票のおかげで2番だったの。そう、ズッキーの代わりじゃない、レミちゃんの代わりにズッキーがやってて、そう、ズッキーが1位で私がそれ2位だったんですけど、一番上になってるのかな。だからみんなスクロールしなくていいんだよ、もうありがとね。今までいっぱいスクロールしてくれたと思うけどね、そうだよね、みんな楽だよね、ありがとう。もう最高の一日です。波動は1位だったし、中間発表は1位だったし、そう、レミタンの代わりにズッキーがプレゼンして、ズッキーが1位でした。
今日公演ありがとう、楽しかった、ありがとう、うちは可愛かった、ありがとう、本当に皆さん本当に本当にありがとうございます。びっくりしました、本当に。最近の意味すごすぎる、え、嬉しい、イエイ。中間1位おめでとう、ありがとう。そう、あとは最近で言うとテレ東の、テレ東さんの番組も皆さんありがとうございます。昨日とかもあれきっかけで好きになったっていうコメント来たりしてすごい嬉しかったです。まだね、ネットもテレ東っていうアプリで見れます。私もそれでも見ました。家族もね、毎日っていうほどまだ時間経ってないけどずっと見てるし、メイクさんとかにも見ましたみたいな声かけてもらって、そう、あのあやみちゃんの一人のシーンの熱ってなってるのがめっちゃ面白かったってずっと見てる、ありがとう。みんな大変じゃない？大変だよね。でもね、まあ、みんなにお願いしてるからにはやっぱ1位を目指す気持ちでいなきゃいけないと思うので、1位を目指す気持ちで頑張ります。そう、あとテレ東のその日もうびっくりした、今虫かと思ったら画鋲だったそう、テレ東のさんの番組の日もあのね、エンターテイメントトレンドみたいな方、そう、茂木さんとかゆりさんが入ってるトレンドとはまたちょっと違うトレンドの方だったんですけど、でもそれでもね、あのトレンドの欄に自分の名前があるっていうのがね本当に嬉しくてありがとうございますめっちゃ嬉しかったよ。好きだからずっと見てたら、優しい、ありがとう。ねえ、そう、トレンド入ってたの、ファンの方もすごい喜んでくれて、みんなのツイートも全部見てたよ。そう、やっぱみんながああいう風に喜んでくれるのがねもう一番嬉しいありがとうございます。なんかさ、やっぱ最近聞いたかものさ MV 密着みたいな見ててさ、めっちゃさ感動したんですよ。やっぱ自分がさあそこにいなくても素敵だなって思ったし、やっぱねズッキーのあのコメントでね頑張りたいなって思いましたね。すごく、だしやっぱさ、なんかもっと16期の代とかドラさんとかの代になったらきっと入れるよとかみんな多分優しさでね言ってくださる方も多いけど、なんかやっぱそうじゃないんだなって思った。自分でもうなんか今の選抜に入りたいなってすごい思いましたね、あれ見て。そう、いつかじゃないんだよな、もうこの今の AKB の選抜に入ることに意味があるんだよなってすごい思った。それこそチーム4だったらなるさん、ゆりさん、みゆさんがいる選抜に入りたいしね。そう、そんな感じで最近のはそんな感じですねありがとうみんな嬉しいよ。えみん、今夜お疲れ様、楽しかったよ、お友達がえみん可愛かったって言ってた、嬉しい、見つけたよ、上手の立ち見にいたでしょ。でもね、そうやってね選抜目指したいって言えるのはね本当にファンの方のおかげなんですよ。なんかねテレ東さんの番組では使われてなかったけど、お互いに目標を話したりしたの、ゆいりさんともぎさんと。さ、やっぱずっとさ選抜とか最前線で輝き続けてるゆいりさんの言葉もすごいなんか心に響いたし、やっぱもぎさんってさファンの方とのこうねあれが強いからさ、そういうのがあって選抜、初選抜になったもぎさんの言葉もすごい響いたし、そう、あの時ねそういう話をしたりしたんですよ。結構真面目なね、真面目な話も。ありがとう、みんな本当に1位嬉しかった、ありがとうございます。こんばんは、素敵な声でした、お疲れ様でした。あ、嬉しい、初見って付いてる、
下手スーツにネクタイ、スーツにネクタイ見たぞ今日、ありがとう。皆さん本当に本当に本当にもうありがとうございますしか言えないんですけど、本当にありがとうございます。ペアルありがとう。お、19日の昼公演当たってるけど、お、ありがとう。ねえ、ちょっと天気が危ういね。あの時何飲んでたの？あれはね、レモンティーです。熱々のレモンティーでした。ねえ、中間1位って本当にすごいよ。みんな最終的な結果がさ1位なのはもちろん大事だけど、やっぱねこういう時にまさか自分のとこに。でもファンの方をすごい信じてたから、私は今日の誕生日単語めっちゃ手拍子揃ってなかった。ファンの方のってこと？ね、それ誕生日単語、私が思ったのは誕生日単語じゃなくてね、どっか誕生日単語もなんだ、どっかの曲ね、ここいつも手拍子ないのに今日あるみたいなとこあったの。そう、あったあったね、すごい、ありがとう。みんなあのシーンめちゃくちゃ好き、ほんとよかったです。うんうん、リビングのドアが開いてる。やっぱり2分35秒の破壊力はね、ねえそれなんか確認した自分で、2分35秒ってなんだろうと思ったですって。みなさん、まあね、もちろん私のはすごい見てほしいんですけど、やっぱ今日のね、配信を配信に出て、最前にいたお姉さんたちがヤミン可愛かったからお話し会取ろうかなって言ってたよ。嬉しい。本当に嬉しいです。お姉さんたちありがとう。とりあえず今日の髪型可愛すぎて、めっちゃき、私マジくさ、もう本当にくじあると思うんですよね。今日さ、メイクさんとさ、なんでその話になったんだっけな、あ、なんか好きなキャラクターの話になって、そっからガチャガチャの話になって、そのマネージャーさん、マネージャーさん、メイクさんもガチャガチャが好きらしくて、ガチャガチャの話したんですけど、私めっちゃ口運あるんですよねっていう話をしてたの。したら口運を発揮しました今日。今日の髪型ナルさんとね、おそろっちではないの、ね、ちょっと違う。ナルさんはこれがないで、オカリナはここに2個ある。ナルさんとオカリナの間みたいな。今日はサムネイル公演でした。はい、ナルさんはね、ナルさんはハーフアップだったよね。てか今日更新されてたナルタオチャンネルマジで楽しみ。最後の最後に弾いてくれて鳥肌もので、隣の知らない人に今ってって確認しちゃったわ。あ、何番でしたみたいな。あ、くじ運っていうのはですね、今日ね VR 会員様限定公演だったんですよ。それで抽選会みたいのがあって、10名の方が当たるんですけど、10名の方が当たるんですけど、その10人は、そう、他のねメンバーの方には申し訳ないけど、なるさんと私とメグさんが10人分引くんですよ。そうで、私、メグさんが4枚引いて、私となるさんが3枚ずつ引いたんですけど、そう、私はね、まさかの自分のファンの方を引き当てるっていう。ビンゴ回したいよ。でも見えてたよ、ちゃんとみんな。今日はね、確かに立ち見の後ろの方多かったかも。多かった。みんな足痛くない？大丈夫？今日目の前で見たあやみんの横顔が綺麗すぎてわーってなった。嬉しい。本当？でも座れてる方もすごい多かった気がする。今日準優勝でしたね。え、後ろの人多かった。1位おめありがとう。最後まで1位頑張ります。私も宣伝頑張るね。お、タワー？
ー、これペンギンタワーすごい嬉しい。ゆいりさんとつぼってたのなんかね、違う、マジでもう何であれあんなつぼってるか分かんないけど、本当になんかね、たまにあるんですよ、私とゆいりさんって。そのテレ東の時もあのねなんかテレ東さんの時に結構 VR の撮影をしたんですよ。いずれ公開されるのかお蔵入りなのかはちょっと分かんないんですけど、 VR の撮影して、その時も私とゆりさんめっちゃツボった時があって、いつか写真載せますね、マネージャーさんが撮ってたので。なんか私とゆりさんって多分よく分かんない、なんか2人しか分かんないツボみたいのがあってそれにハマっちゃって、エミいっぱい目当て、誕生日単語で目当ての素敵すぎた見たよ。 TL でユイリのこと雑に扱わゆみちゃんが好きってつぶやきる雑に扱ってないですよ、大尊敬してますよ本当に尊敬です、すごく。うんうんうん、ペンギンケーキなんだこれ。いやー、今日も笑顔が絶えないチーム4でしたね。マジ今日何回笑ったんだろう。最後のゆりなさんのも面白かったしね。ペンギンかわいいね。え、違う、普通にさ買います買いますって言っただけなんだけどなんかよくなんか、あ、すごい笑われた。違う、その前から違うよ、私が話してる時からゆいりさんがずっと私のこと見てなんかニヤニヤしながら見てたんですよ。そう、あ、ねえ、カレンさんのも面白かったよ。19日の僕の太陽公演一巡で入りたいから年力送って届いた、なぎさちゃん、ペンギンケーキありがとう、1位おめでとうっていうことなのかな、そんなそんなそんなありがとう。ペンギン、カーテン揺れてる？当たっただけじゃないか。ありがとう、なぎさちゃん。ねえ、みなさんさ、ヘイ、コメント欄今何時？やばい、ドボンタイムやってないの今日。あー、やばいよ。49分ありがとう。ねえ、みんな本当にありがとう。 VR ね、しつこくてごめん、本当にありがとう、嬉しかったよ。なんかああいうのってさ、1位ってさ、なったことあるかな自分。いや、もちろんめっちゃいつもね、いつも嬉しいよ、もちろん。でもさ、順位が出るものでさ、ああいう1位って、嬉しすぎるよ。ありがとう、嬉しくて鼻水出てきた。しかし今日も暑かったですね。走れペンギン、毎日見るね、ありがとう。そういえば髪型かわいいって言ってくれてありがとう。あ、アンジーめっちゃ良かったよ、ありがとう。三つ編みしてたでしょ、アンジー。センターやってほしいし、嬉しい。みんなセンター立てるってやばいよね。やば、前に誰も、武道館のあのステージにさ、センターでーすって、あ、今日の公演鍵穴から聞いてたけどめっちゃスラスラ読めていて女子アナみたいだったね。嘘、私今日噛んじゃったんですよね、鍵穴。
いつも噛まないのに。今日公園で VR 入会したので毎日あやみん見ます。いいの？レオありがとう。本当？センターに立てるように頑張るね。波動も今日の劇場もマジで近くてビビった。あーね、波動もありがとう。波動1位になってから、そっか配信してないんだみんな波動も1、そうだ、波動の応援もありがとう。もうみんなにありがとうばっかだ。波動もありがとうございました。マジです、超強強強強バロメーターパラメーターで旅行ゲットしました。ありがとう。ランちゃん誕生日だし、マジで油断ならん、頑張りましょうね。そランちゃん誕生日らしいの、その当日 VR のね、当日。やっぱね、追っかける方は強いですからね皆さん。まあね、今日の順位ね、多分全員1回差だったと思うので、再生回数1回差ですよ。もうほぼみんな同率1位みたいなものでしたと思うのでね、そう思って。いやマジでクラノなるなるチーム方針が最強だった、本当にそう。今さ枕カバー洗濯しててさ、タオル巻いてるの体ベタベタだわ公園で。音声だけたくさん見る、ごめんね。そう、なんで見る、アップデートしちゃったら見れないみたいですよ皆さん。あ、気づかなかった。そう、枕カバー洗濯中で今。あ、映えなかった？じゃあ教えてください。チェキ欲しかったぜ、ごめんね。今撮る？はい。あ、ね、ネモンス何位だったんだろう結局。チーム4前半が終わったよね。前半では何位ぐらいだったのかな。でもね、そう、そのね、なんかメンバーが協力するやつがあったんですけど、そう、ナルタオさんがね、わざわざお礼の品をくれて、そんなんいいのに。めっちゃ美味しかった、ちなみにそのカステラ、バナナがカステラになって帰ってきたウィンク。あ、前半2位だったんだ、そうなんだ。エミンはオカリナみたいにユイさんの寝顔写真は持ってたりしないの？寝顔写真？持ってるよ、持ってる持ってる持ってる。ユイリーと楽しそうでよかった。ツボにハマっちゃいました。私涙出てた、ツボに入っちゃってなんかわかんないけどさ、そう、涙出てた、笑えて今はね、顔がちょっとパンパンですね。痩せます、マジで体重やばいので今なんか顔パンパンだね。VR のなんちゃって好き今日のミンリーも好きでした、嬉しい。ミンリーって今日いくつか見つけた、ありがとう。体重は秘密です。リンゴ3個分くらいね。57分になったら教えてくれますか。ねえ、セリ治ってよかったね。やっぱりエミー以上に好きな人いない、本当に
信じるよ。こまこま19日楽しみだね。天気良くなるといいけどね。すっごい悪いみたいよ天気結構やばいみたい天気。はじめまして。お、はじめまして、みずみん。そう、昨日のロケで意味わからんぐらい食べたので、やばい。私さ、マジでセリ復活してからの撲退初なので、やばいやばいやばい。しかも久しぶりすぎて、8月頭に出たきりです。そう、16期あんなに揃うのレッツゴー以来だね。うん、キーちゃんキーちゃんがいます嬉しい。写真撮影、エリちゃんの横でお姉さんみたいな可愛かった。本当、エリちゃんとユキちゃんとの写真も載せたのでツイッターに、可愛い子ちゃんたち見てください。そうだ、タグ付けできなかったからのっけを書こうって思ってた、忘れちゃった。お、57分みたいなので、まずはギフトから読んでいくよ。オペラさん、誠一さん、高弘さん、もじゃ、てるてる坊主さん、誠一さん、もじゃ、ペンギンヒップさん、ジャパン前さん、かおりちゃん、ゆういちろうさん、かんさん、かおりちゃん、まりまちよつばさん、誠一さん、さときちちゃん、クリスターノさん、ペンギンヒップさん、誠一さん、クリスターノさん、てるてる坊主さん、誠一さん、かおりちゃん、クリスターノさん、ゆういちろうさん、ペンギンヒップさん、かおりちゃん、誠一さん、ジャパン前さん、よしこちゃん、かおりちゃん、ペンギンヒップさん、たっちゃん、サンピラーさん、更新されてるね、ギフト。ギフトくださった皆さん、ありがとうございました。そして、先にランキング読もうか。で、終わった時間でスクショしようか。では、ランキングを読ませてもらいます。13位、てるてる坊主 VR の、先が見えない。なんちゃってが好きかなありがとう。12HK アットあやみん。あ、なんかこれさ、押しても先まで見れなくなっちゃった。なんでだろうね。あやみん大大大大好きかなありがとう。もじゃアットあやみんの笑顔が好きなんて言えないでしょ。ありがとう。10位、オペラさん、ありがとうございます。9位、誠一さん、ありがとうございます。8位、松四つ葉、あとは公園、なんだろう、公園ありがとうかな、ありがとうございます。7位、さときちちゃん、ありがとう。6位、ゆうすけさん、ありがとう。5位、たかひろさん、ありがとう。4位、アルニスタと公園にチェキかな、チェキありがとう。3位、よういちさん、ありがとう。2位、よしこちゃん、ありがとう。そして1位、なぎさちゃん、タワーもありがとう。では皆さん、本当に VR 中間発表1位ありがとうございます。当日もセンターに立てるように引き続き見てくれたら嬉しいです。では切れちゃうと思いますが、切れるまでスクショタイムしたいと思います。はい、チーズ。取れたかしら。みんな本当に嬉しかったよ今日、ありがとう。公演来てくれた方もありがとうございました。バイバイ、夜遅くまでごめんね、ありがとう。